ございます。今日は iPhone の便利な使い方ご紹介いたします。Go on 設定から入ります。一番から入ります。アクセシビリティクリック。スピーチクリック。選択項目の読み上げオンにして、画面の読み上げオンにします。設定完了です。Yahoo Japan website 行きます。OK。内容選択します。読み上げ出てきます。クリック読み上げ。21000222条が犠牲になった東日本大震災は1日で発生から6年を迎えた岩手、九条、福島の東北3県を中心に襲った津波や東京電力福島第一原発事故で今も約123000人が全都道府県に散らばって避難し、被災3県の仮設住宅に約34000人がくれら。すごいですね。読んでくれました。いい日本語の勉強になりました。本当にありがとうございます。次また会いしましょう。